誰かの助けを待ってるんじゃないだろうね。例えば髪の毛振り乱した汚い学生服姿の救世主とかをね。メガネ無事か。10名さん。なんだよあんたはやぶからばに。俺はメガネのチームメイトだ。なんだってあんたがメガネを野球手に引っ込んだ町人だね。チームメイさんが足のことをチームメイトと。おいクソババよく聞け。息子が野球をしようとするのを止めるとは絶対許せねえ。あたいの目の色の黒いうちは白いボールを打ったりはさせないよ。10名スペシャル。